時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師、仲間君博と戦わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも、同時に視聴ができます。YouTube から FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので合わせてお願いします。お願いします。はい、7月一発目、もう梅雨が、更新は、過去最も最短で開けちゃいましたけど。開けちゃいましたね。早いですよね。6月で開けるって。はい、しかも暑い。暑い。本当に暑い。6月でこんな暑かったんですね。なんかね。でもまあ過去最短ですからね。でもあんまり。うん、はい、そうですよね。まあね、沖縄はね、もうとっくに開けてますけれども、あんまりね、差がなかったですね。うん、もうなんか本当に梅雨が今年はあったのかっていうぐらいの感じですね。はい、そうですね。あんまり雨降ったイメージもないですね。うんうん、もうなんかでも本当に水不足になるんじゃないかってちょっと心配もありますけど。確かに、はい、あとね、電力不足もすごい言われてますよね。そうですね。いろいろ問題が出てきそうですね。なんか。ね、本当ですよね。でもね、あの室内でもね、熱中症になっちゃったりしますからね。はい。そこはね、皆さんお気をつけください。はい。はい。お気をつけください。うん。はい。はい、ではということでお便りをまず、はい、ご紹介します。はい。先週に引き続いてですね、世田谷、東京都世田谷区在住の小鳥と一緒さんから。これはあの先週あのゲストで来ていただいたジャズシンガーの佐々木道夫さんに対してのコメントになるんですけど、はい、音楽にトラウマがあってようやく解消したので、いつか歌をやってみたいと思っていたので勇気が出ました。佐々木さん、いいっていうことです。ありがとうございますね。佐々木さんすごいお元気な方で、大病されたっておっしゃってましたけども、すごい今パワフルで元気いただけましたね。はい、はいはい。で、もう一個、これも佐々木さんへの、お便りです。大阪府在住の、大阪と熊本さんから。はい。ジャズが好きで、道夫さんの歌を聴きたかったです。ジャズを習おうか考え中です。ってことです。すごいですね。夢を与えた、ね。本当ですね。やる気にさせちゃいましたね。はい。うん。ジャズ素晴らしいですね。素晴らしいですね。でも佐々木さんも先週素晴らしいお話をいっぱいいただいたんで、うんうんうん、本当ですね。ぜひあの聞き逃した方、アーカイブでお聞きくださいですね。はい、うん、はいはい、じゃあここで一曲聴いていただきましょうか。はい、ドラマのね、主題歌にもなってましたね、生田リラさんのレンズです。はい、はい、では、ここでまたお便りを、ご紹介します。東京都、新宿区在住のラブデースさんから。ありがとうございます。カットしない美容師の、というフレーズがパッとしない美容師に聞こえてちょっとギョッとしました。はい。ということで、パーソナリティのお二人に質問です。コロナ騒動はいつ頃明けるのでしょうか。はい、マスク完全解除はいつ頃でしょうかっていうことですね。はい、まず本当、カットしないかパッとしないかはもうパッとしないしカットしないんで、そういうです。はい、わかりました。
面白い。でね、マスクですね、はい、マスク問題ね、うん。どうなんですかね。どうなんでしょうね。ね。まあでもコロナ騒動はだいぶ明けてきたし、うんうん、要はあれですね、2類が5類に変わればもう終わりなんだとは思うんですけどね。うんうん、ね、落ち着いてきましたよね、もうね。でもこのマスク文化ってどうなんですかね、続くんですかね。でしょうね。うん、なんかでも日本人はその日本っていう国はあのお願いベースなので、うんうんうん、なかなかやっぱり強制してさせたわけじゃなくて自主的にさせてるんで、うんうんうん、あの外国の場合だと強制的にさせてるんで強制を解除した瞬間 みんな外すっていう風になるみたいなんですよね、文化として。ああ、はいはいはい。日本人はあくまでも強制じゃなくてお願いベースでみんなやってたっていう、もうなんか珍しい民族なんで、うん、そこが結構ややこしいのかなっていうとこもあるのかなっていう、まあ、ややこしいというかすごい真面目なんでしょうけど、うんまあ、日本独特の感じですよね。そうですよね、別に日本は義務化されてなかったですからね、もう自らね、はい、選んでよかったわけですしね。でも皆さんね、してらっしゃいますもんね。うん、そうですね、でももともとやる文化だったから、なんかあんまりこう抵抗もなくって感じで、うんうん、なんかもう続けていくのかなっていう感じはしますけどね、マスクに関しては。うん、そうですね、もともとね、マスクつけるのが、なんですかね、割と普通でしたもんね。そうですね。予防でも何でも。うん、うん、そうですか。ね、アメリカ住んでた時は、あの、逆にマスクつけてると自分が病気だからつけてるっていうふうに思われて、予防じゃなくて、なんか大丈夫なのかっていう目で見られちゃってたので、なんかね、日本は別にそうじゃないですし。そうですね、でも、本当に、そうですね。ただやっぱり暑い時につけるのは結構危険もらえますからね。ね、それ思いました。うん。なんか、まあ、本当に冬とか春先ぐらいまではいいのかなとは思いますけど、うんうんうん、ただ本当ちょっと気をつけないと逆に違う意味で、うん、病人っていうか病気になりそうで。本当ですよね。うん、まあ、あと子供なんかもそうですけど、うん、やっぱり子供はあんまりつけるとあの教育上も良くないし、あ、なんかそれが当たり前になって育っていくとどうなるのかなっていうちょっと怖さもちょっとありながらって感じですよね。うん、そうですね、うん、確かにね、マスクね、うん、なんかあの、うん、私ちょっとだけ合気道やってるんですけれども、うん、なんかそのやっぱり他に合気道やってらっしゃる方がそのマスクつけてお稽古をしてて、あの結構やってた方がなんかちょっと倒れちゃったみたいなことをおっしゃってて、なのでね、運動しながらのマスクってそういうスポーツ用のマスクとかね、なんかそういう風に気をつけないと危ないです。そうですね、でも本当はスポーツするときにマスクつけちゃいけないと思うんですけどね普通ありえないですね、今までの発想から。確かに確かに、なんかもうちょっとその科学的な根拠とか出して、そのどれだけ危険なのかっていうのをちょっとこう今度は言った方がいいと思うんですよね。絶対に科学的にそのスポーツをやってるとか、その真夏にマスクをするっていうのがいいかというと絶対に 100% ノーだと思うんで。うんうんうん。ですね。じゃないと、なんかしてないとまたこういろいろトラブルになったりとかっていうのが結構怖くてみんなするんじゃないかっていうふうになってくると思う。うんうんうん。なんかもうちょっとこうマスクしないでいいよ運動も、あのこう、メディアとかでも発信していかないと、うんうん、とは思いますけどね。そうですね。そうですよね。もう外だったらね、しなくてもいいとも思いますけどね。なんかでも、そのアメリカとかはもう結構完全に外れてる、ヨーロッパもそうですけど、完全に外れてるらしいんですよね、はいはい、ドイツとか。うん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 、でも、その、行った人が言ってたんですけど、うん、でもやっぱり日本人はマスクをするらしいんですよ。そういうな。そんな中でも。そうそうそう。でやっぱり以前と同じで、もうドイツなんかだと、もう今現時点でマスクしてるとやっぱ変な人って思われる風にもう戻ったみたいなんですよ。うん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 。だから日本人はもう本当やっぱすごいっていうか、まあすごいけど、そこを今度取れる方が難しいのかなっていう。確かに。でも。
タイミングが難しそうですね。そうですね。まあもうね、これ夏だから撮るっていうのもいいかもしれないですね。あっちが。そう、でも、本当気をつけないといけないですね。でも、ディズニーランドとかでもそうですし、着ぐるみ着てる人はすごいなと思いますよね。本当ですよね。プロレスラーのマスクとか常にしてるじゃん。あれはあれですごいな。でもプロレスラーはよく考えたら、そのマスクして試合してますからね、あれもすごい。すごいですね。はい、すごいですね、確かに。はい。暑いでしょうね。うん。なんか今度本当ちょっとプロレスラーの方、呼べたらちょっとゲストで呼んで、その辺の心境をちょっと聞きたいですね。どれだけ、練習に暑くてもマスクに耐えられるかっていうのを。本当ですね。だからということですけど。じゃあちょっとマスクマンをお呼びして、そうですね。聞いてみましょうかね。はい。あとは、ぜひそういうお便りもお待ちしております。そうです。で、マスクについて皆さんどう思ってらっしゃるかとか、はい、ぜひぜひお聞かせください。ラブレス、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあもう一件ご紹介します。東京都中野区在住の、401KY さんからですね。久しぶりですね。お久しぶりです。関東地方、梅雨明けしたみたいですが、毎年買おうかと迷ってまだ買ってないのが、持ち歩きハンディ扇風機です。お二人は持っていますか、っていう質問です。質問ですね。お答えすると持っていませんね。はい、僕も持っていません。なんか若い方が持ってるイメージですね。そうそう、なんか若い方が、そう、なんかセンス代わりに持ってるのかなっていう感じですね。確かに、そうですね。うん、なんか流行る感じで持ってる。でもちょっとかさばりますよね。さばるっていうか、そうですね。こうやっても持ち歩いてますね、こうやって。でもなんかあれって結構女性が持ってることが多いんですよ。若い人でも。なんかどうなんでしょうね。なんかいろいろありますよね。今、ハンディの扇風機だけじゃなくて、もう洋服自体に扇風機ついてるやつとか。そういう機能的なやつとか。うん、なんか。ありますよね。うん。本当に、あ、なんかあとね、なんか工事現場の作業をする方とかもありますよね。あります、あります。はい。その中に扇風機みたいなのが仕込まれてあって。ね、必要ですよね。そうですね。でも、暑さ対策ですよね。そうですね。でも確かにそうだ、扇子代わりって言われて、うん、あ、そうか、よく扇子前は持ち歩いてたなって思いました。あ、そうそう、そうです、そうです。ね、はい。だからそれがただ自動化になったっていう感じ。そうですね。なんか持ち歩かなくなっちゃいました。前持ってたのになって思いました。ああ、うん。それはでも、ハンディの扇風機を持ったからとかじゃなくて、普通に持ってなくなった。なんかでもあんまり外にいないのかもしれないって思う。ああ、そうですね。なんかでも日傘も差しながら扇風機持って、なんか大変ですよね、いろいろ。いろいろね、荷物が大変。荷物が。本当ですね。確かに。ねえ。なんか、ね、外出たくなくなっちゃいましたね。わ、そうですね。なんか、まあ、出ないといてもいけないんでしょうけど。そうですね。はい、通勤もありますしね。はい。そうですね。でも、皆さんもうあれですかね、テレワークもだいぶなくなったんですかね。そうですね。なんか結構やっぱ朝は、朝夜はもう割と電車は、なんか大体その電車の関係のお仕事されてる方が言ってたんですけど、はいはい、コロナ禍前の7割だそうです、うん、これでも。電車が、乗車される。はい。へぇー、まあ、じゃあ、まだ完全には戻ってないんですね。戻らない、なんかですね、もう一応予測では、8割戻ればいいって言われてるみたいで、まあ、要は定期とかそういうを買う人だと思うんですけど、
そうみたいですね。もう100には絶対ならないっていうのも見込んで、今後その運営はするっていうふうに、あの電車関係の方がおっしゃってたんで。そうなんですね。なんかだいぶね戻ってるように見えましたけども、うん、でもなんか本当にガラガラを結構経験 してしまうと7割でもやっぱすごいなと思うんですけど、うん、多分本当にですね、多分マックスの時って120とか言ってたと思うんですよ。その、あの本当にすごい押し込むような時とかですね。そうでしたね。そうですよね。うんうんうん、あ、もうそっか、そこまではないですかね。そこまではもうならないし、なんか今後その今の姿って、うん、一応鉄道関係のその計画書の中では10年後の姿なんですって。もうこの、あ、それよりもさらに7割だから下回ってる、8割が10年後の姿っていうのを予測して、うんうん、計画を立てようとした中でこのコロナ禍が一気に来たんで、いきなり10年間ボンと飛んだみたいな感じらしいんですよ。先取りしちゃったんです。先取りというかもういきなり来ちゃったみたいな感じで、はい。だからやっぱり鉄道関係も急にあたふたしてみたいですね、うんうんうん、いろいろ。なるほどですね。なんか、じゃあなんかそこに対して対策をまた何か考えるんですかね。そうですね。なんかでもそのハンディの扇風機の話に戻るんですけど、はいはいはい、あれを電車の中で持ってたらどうやってたらどうなるんでしょうね。見たことありますか、やってる方って。あんまりないですね、やっぱり電車。なんかやっぱり外にね、外で使ってるイメージですけど、はいはい、でも、まあ、どうなんですかね。でも電車の中で使ってたら、ちょうど風が当たったら嬉しいかなとか思っちゃいました。ああ、うん。風が当たったら、そう、人の風がってことですか。人の風だけど、でも、涼しいから、もらい風していいかなと思っちゃう。あえて後ろに行くとかね。そう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 。どうなんですかね。まあでも今はいろいろトラブルもあるんで、ちょっと気をつけながらですね、あんまり人に触れるといい人もいれば、多分あの、うんうんうん、いろいろいますのでね、世の中。うんうん、そうですね。はい。気をつけましょうかね。401KY さん。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかその鉄道業界とか、まあ、この今回のことで結構打撃を受ける業界多かったじゃないですか、コロナで。で、出版業界ももちろんいろいろこう打撃受けたと思うんですけど、なんか最近地球の歩き方面白くないですか。あのいわゆる旅に出るのがなくなっちゃったので、はいはいはい、違う特集組んでいろいろ出してますよね。そうなんですね。あまりそうなんですよ。そう、最近じゃあそんな感じで売ってるって感じなんですね。そう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 、その地域ごとっていうよりもなんかそうです、なんか他の県の特集をしてるとかなんですよ。そう、なんかね、巨大な、はい、巨大な像とか、はい、な、ゾウ。ゾウ、ゾウ、ゾウ、ゾウ。スタチューのゾウ、そうそうとか、なんかね、趣向を変えていろいろ出してるんですよ。巨大なゾウがなんかどっかにある、あるっていう。そう、モアイゾウとか、ああいうののこう特集とか。はい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 。はいはいはい。なんかそういう観点で、多分素材を持ってるから、別観点でこう編集して、はい、売ってるみたいです。なんかそういうのがこう、売り上げ上がってるとか。おお、すごい。皆さん考えるんだなと思って。でもやっぱりいろいろ考えますよね、何か。ねえ。うん、何かしらできるんだなとも思ったんですよね。はい。うんうんうん。そうなんです。ちょっと今それを思い出しちゃいました。ああ。でも本当にこれから人口も減っていくし、いろいろなんか考えないと。やっていけないのかなっていう気はしないでもないし、まあそうですよね。日本はね、人口少なくなってきちゃいますし、なんかでも日本ってのほほんとしてでいいですよね。何かいいと思います。でも日本、まあ、改めて言うんですけど、日本ってやっぱりでもすごい国ですよね。その、
安全面で言ってもそうですし、あ、はい、なんかやっぱりこう、ね、コロナ禍になって結構やっぱ外国、あのドイツですらやっぱり治安は良くなくなったっていう話なので、ね、本当ですか、はい、でも日本って普通に治安悪いと悪くなったとかなってないとか多少あるかもしれないですけど、別に普通に夜歩いてても全然 OK じゃないですか。全然 OK ですし、はい、あのよくね、OL さんとかお財布持って歩いてるじゃないですか、むき出しで。ああいうの海外では考えられないですもんね。あれないですね。まあ、ましてや海外とかもブランド品とか絶対持っちゃいけないって言われるぐらいですよね。うん、そう、平和ですよね。はい。平和だし、むしろもう思いっきりブランドアピールするぜみたいな。そうですね。なんかね。ね、もっとなんか日本のね、いいところアピールしていきたいですよね。そうですね。うん。アピールしていきたいし、今後本当に外国人増えて、あの旅行者が増えてくるとは思うんですけど、うん、もっとこうウェルカムにあの受け入れて、日本の良さ知ってもらって、いっぱいお金落としてもらって、うん、はい、そうですね、はい、うんうんうん、だいぶでもね、観光客もね、受け入れ始めましたしね。そうですね、まあちらっと見るようにはなりましたよね、うん、うん、なりましたよね、やっぱり。だから久しぶりの感覚で、うん、あのちょうどコロナ禍前のオリンピック前とかってすごく外国人を受け入れた時期です、うんうん、もうどこもうそこら中外国人がいっぱいいたのが、うん、もう急にポンっていなくなって、うんうんうん、で今となれば結構珍しいなとは思うんですけど、でも増えてはきましたよね。増えてきましたよね、うんうんうん、本当浅草とかもね、増えてきました。浅草もそうですね、うん、ですよね、はい、うん、ちょっとそうやって、はい、増えていくといいですね。そうですね、うん、はい、はい、では、はい、ここで毎週の工藤敦子の手相コーナーということで、はい、じゃあちょっと私の手相コーナーに行かせていただきます、はい、今日じゃあ全然取り上げてない結婚線やりましょうか。皆さんでも位置とかね、ご存知ですよね、こう小指の付け根のところで、はい、こう、なんて言ったらいいんですかね、ところから、こう、ビビビビって出てくる線のことですよね。うんうんうん、この環状線の上のところにある、はい、隙間にこう何本線があるかっていうので、なんか、何回結婚とのこうご縁があるかとか、見られるってことですね。はい、でなんかこうその先が二股に分かれてるとちょっとお別れしちゃうそうだったり、その別居とかちょっと離れて暮らすとか、はい、そういうのが出てくるっていうの でこの環状線のところから小指の付け根までのところでこう何ですかね、真ん中ぐらいを30歳って女性だったら置くのかな、それでこう、はい、どの時期に、年齢としてどの時期に出てくるかとかいうのを見ますよね。うーん、はーい、そうなんです、どうですか仲間さんは。どうなんでしょうね、これは、ね、はい、どうなんでしょうね、ちょっと あんまり薄くて見えないかも。そうそうそう、あでも私はね、これ二股になって先最初分かれてて一本になるっていう線持ってるんですよ、はい、ああ、はいはい、線ので、なんかそうするとこう困難を乗り越えてとかそういう、そうなるということらしいですよ。あ、何か困難が ありましたか。それはちょっとここではお答えできないかな。いやいや、皆さんの結婚戦いかがでしたでしょうか。今日はなんか久しぶりに、ね、ゲストさんがいないので。ああ、そうですね、ね、はい、ちょっと、うん、ゆるゆる二人でのんびりトークでしたが、ですね、次は本当のあれですね、うん、プロレスラーのマスクの話をぜひ聞きたいですね。そうですね、じゃあ見てみましょうか。はい、じゃあそろそろお時間ですね。そうですね、はい、これこの日曜日の憂鬱、毎週日曜日夜8時から、放送してますので、ぜひ、ま、来週も聞いてください。はい、また来週も聞いてください。今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。はい。